はい、どうも亮平です。お願いします。はい、本日は BB パートナー神宮丼店に来ています。今日ね、この前に翔平さんの MLB ドリームカップのちょっと応援というかカメラマンで来て、で今逆に翔平さんにカメラマンやってもらってます。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということでお疲れ様でした。試合無事勝ちましたんで、はい、気分よく、はい、あのお店ちょっと取材できると思うんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、まあ、BB パートナーさん、去年翔平さんが駒入店、うん、栃木ですね、はい、うん、行っていて、そこもやっぱ中古があったじゃないですか。ありました、ありました。ここももう壁一面中古だらけなんで、栃木で、まあ、売った方もいますし、はいはい、まあ、今回こちらで、そうですね、あの売る方もたくさんいますし、うん、こことこっちで多分売ってるもの違うと思うんで、多分全然違うと思います。なのでちょっと、まあ、入り口、まずグローブから、うん、見ていこうかなと思います。はい、はい、行きましょう。とその前になるとヤバネという、これがジェムグループさんの、うん、オリジナルブランド、新しくできたんだよね。まあ、あの今あるよね、はい、結構あるけど、XG のやつありますね。 XS かな、XG XS はお前だろ、最初XG のやつがあるね、はい、よりちょっとハイブランド気味かな、値段的には。なるほど。でも接触冷感のアンダーシャツ、冷感でね、普通のメーカーで、うん、メーカーのものを買うより安いのかもしんないかなっていう、うん、ここはまあトントンぐらいか。ちょっと今のさ、ご時世にさ合ってるさ、ね、抗菌防臭ね、ですよね。素晴らしい、いいですね。はい、じゃあもう今ちょっとこれ見ちゃったんで、次中行こうかな。はい、行きましょう。はい、お願いします。セール品じゃん。ガラかと思ったら全部グローブです、これ。あれ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 、全部グローブが公式用じゃない。え、嘘でしょ。まあ、相当色あせちゃってはいるけれども、色あせてるけども、9000円か、1万切ってる。やば、これ、相当グローブを磨くのうまい人だったら、これ復活させられるんじゃないかって。やる？やってみる。企画にしてみる。してください。これ、水のプロの投資用とかも2万円だ。いやー、テンション上がってんな、お前。ね、これ、お店の外にあるんだよね。なんて言ったら、商品コーナーみたいな、うん、イメージなのかな。ほんと特価ですね。ほんと 20% から 50% オフの、ほんとこれなくなったらもう終わりみたいな。はい、いや、好きそうやな。松井和夫コーチモデルかな、エンダーマジか。すごっ、いろいろありますね、本当に。スラッカーだったり、うん、ローリングスもあるし、SSK もあるし、アシックスもあるし、Z ももちろんあるし、すげえ前のローリングスじゃん、これ。俺が多分生まれる前かもしれない。安っ。5000円で買えます。すごっ。まあ、いろいろとこういったね、激レアなプレミアがつきそうなグローブも売ってる感じですね。はい、あらま、あらま、予算ないと思います。 D4 やってますな。あるんでね、ちょっと寄った際にはぜひはめてもらえればなと。いいね、はめてもらってね、はい、オーダーしたい方はもうオーダーしてもらって、はい、横にさ、横にこうやってオーダーシートがあるんで、店員さんと一緒に考えるのもあり。まずこっち、まず左利きのグローブが少年用だったりとか、もうこれ普通の足用かな、ね、左投げ用のグローブのコーナーがあるね。ちょ、お店入ってすぐによ。そうですね、 IP、SSK とか揃ってるな。いや、色がいいな。てか新品に近いんじゃないですか、これ。だいぶ新古品なんじゃない、ものによっては。確かに。あれ、ベルガード。お、ベルガードじゃん。これもうね、中和牛ね、もう手に入んないですよ、今やってないですから。こういうのも売られてますね。とか、まあ少年用だったりとかっていうのが続いてきますね。なんかありますか、珍しそうな、良平が興味を引くような。ちょっと待って、何、ほら、ビッグ M。 これ誰選手モデル、西選手か荒木選手。多分西さんかな。え、これ1級で売ってんの、やばくないですか。ちゃんと水のプロっすよ。なんか昔と今違うね、やっぱデザインが。うんうんうん、これ昔あれなんですよね、切りはみだけどオレンジだったんですよ。これ別に汚れててからなってるわけじゃないですよ。そうなの、元から切りはみオレンジです。へえ、元マジか、西武、西武とか巨人とか、石井義人さん。はい、これももしかして同じ、あ、同じ刺繍入ってるわ。お前、2個あん、2個持ち。え、しかも値段えぐい。え、値段がちょっと違うんだよね。値段どうした、モデルでしょ。え、7、9って何っていうことは、これ間違ってない、逆、多分これが一番お買い得って思えばいい。そうっすね、なんでこんな高いんだろう。もうこれも絶対珍しいグローブでもありますよね。確かに。あとはまあスラッカーとかあって、キャッチャーミットもね、いろいろ種類がありますね。マックスグベンガード、畠山とか、浜沢とか、Z もあるし、もちろん。すごい。
で、全部が中古品、新古品っていうわけでもなく、うん、店舗別注オーダー、店舗別注で新品を作るっていう、オーダーするっていう、お店で作ってんだ。そうです。で売ってる場合もあるんだね。そうです。その中にね、だってこれ水野で折り返しハーフなんて僕見たことないですもん。確かにこれね、そうそうそう、スラッガーみたいな水野、こういうのもあります。でそれ公式用でこの値段ですからね、新品で。わすごい安いぞ。これお買い得だ。そうですね、新古品でもない普通の新品ですから。うん。え、これもこれもシルザーのこれモデルじゃない。そうなの。確か令和ゴールドって言って東京支店でオーダーしてたやつと同じ型だと思うんですよ。マジか。 N7S でここ抜いてるし、多分シルザーさんモデルだ。これもこれもちゃんとね、東京支店の刻印も入ってる。本当だ。ワッペ1万5000とかですよ。1万9000とか。そうだ、まあ、これ千賀選手モデルか。おお、ゴリガマゴリ。うん、いや入ってないやつ。ゴリガマゴリなし。なしか。まあいろいろありますね、本当に。おお、あら、そっち龍じゃん。これっていくらで売ったんだろうね。あ、安っ。安くねえけど、6万5000で。ほら、龍からしたら龍っていくらすんだ、普通は。あ、でもこれぐらいかな。どこだっけ、新古品かな。いや、ほぼ新品で、これもほぼ新品だな、だからか。隣のもでも、なんかいっぱいあんな。目玉がいっぱいあるよ。これ限定品じゃない。 PHS 系のマークモデル、わーおー。これメジャーで使ったやつじゃないですかね。カラーリング的に日本じゃ使えないから。ほんとだ、すごいね。えげつない、これ。個人的にさ、その下にあるジームスどう。これジームス個人的にさ、三方針ってやつじゃん、名前。そうですね、こことかにいろいろ入ってるんですよね、曲げやすいように。で、うん、これめっちゃ三方針に合ったような形してます。あ、そうなの。うん、いや、いい、これ変わり、針もしっかりあるし、なんか綺麗じゃない。うん、いくらすんだこれ、いくら。16980。いや、もうこれ今日の買いかもしれないな。買うんすか。今日買いの流れかもしれないよ、良平が。俺が買い。いや、でもいい、これはいい、本当にめちゃめちゃいいと思います。うん、完璧なボックスでね。いいね。44があったりとか。うん、やめとけやめとけってやめとけやめとけのね。うん、ね、ありますね。ラリーキャップ。いや、これ知らん。ラリーキャップは南麻布かな、お店が。あ、そうなんだ。 D-by-M ブロズ。わー、ブロズ安い。 29 公式の。わお、なんだっけ、村正。村正の松坂健太選手、うん、とのコラボなんですかね。でも本当にいろいろと。あ、これはもうなんか定番の水野 Z の商品がずらーっと並んでますね。並んでます。これは新品だね、完全に。うん、新古なのかな、一応売られてるからかな。一回持ち込みで売られてると思うんで、うん、素晴らしい、いい商品たちです。まあ、こういったところで新品があるので、やっぱり新品使いたい方っていうのも少しは安く買えるっていうのが、まあ、BB パートナーさん、中古ショップのいいところなのかなと思います。まあ、他にもね、まあ、バッテは全部新品かな。そうですね、他にもたくさんいろいろあります。うん、鬼滅からのバッテもありますよ。書いちゃってますよ、鬼滅好きな人。これ公認なのかな、じゃあ。うん、公認ね。水野コラボするですね。大谷選手モデルのバッテとか、スイングスピード。そうだね、こっちのね、いろいろあります、バッテも。こっちが正面用。さあ、皆さんでぜひとも神宮ドーム店来ていただければと思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございます。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。